チャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターは2005年に公開されたインドのタミル語コメディホラー映画。P・バースが監督、ラジニカーントが主演を務めている。バースが監督したカンナダ語映画Apthamitraのリメイクであり、オリジナルは1993年公開のマラヤーラム語映画マニキトラースズである。しかし、マニキトラースズの脚本を手掛けたマドゥ・マッタムはチャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターでは一切クレジットされず、原案にはバースがクレジットされている。バースはこれについて原作のシーンをリメイクしているのではなく、基本的なプロットのみ使用しているためと語っている。2004年10月から2005年3月にかけて主要撮影が行われ、1億9000万ルピーの制作費が投じられた。2005年4月14日に公開され、興行的な成功を収めた同作は890日間上映された。これは2009年公開のマガディーラ勇者天翔が1000日間の上映記録を樹立するまでの間、南インド映画の最長上映記録だった。チャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターは、批評面でも高い評価を得ており、タミルナード州映画賞5つ。フィルムフェア賞南インド映画部門を2つ受賞している。精神科医のサラバナン博士は1ヶ月間の休暇を過ごすため、アメリカから故郷インドに帰国し、そこで親友のセンディル・ナーダンと再会する。センディルはガンガとの結婚を望んでいたが、彼の母カストゥリは息子を夫の一族であるプリヤと結婚させ、30年来、絶縁状態にあった夫の実家との関係修復を望んでいた。しかし、センディルは結婚の意思を変えず、新居として呪われた家ベッタイアン王の宮殿を購入した。サラバナンは結婚を認めさせるためセンディルの父の実家、カンダスワーミ家を訪れ、彼の父の婚約者だったアキランデスワーリと出会う。彼女は婚約者を奪ったカストゥリの息子を許さず、使用人のオーマイアンに彼を殺させようとしていた。しかし、結婚話の当事者であるプリヤは、舞踊家のビシュワナーダンと恋仲になっていた。センディル夫妻とカンダスワーミ家の人々は寺院を訪れ、僧侶から150年前に起きた暴君ベッタイアン王の話を聞かされる。踊り子、チャンドラ・ムキを見初めた、ベッタイアン王は彼女を宮殿に住まわせるが、彼女は恋仲にあった舞踊家グナセーカランを宮殿の側に住ませて密会していた。それを知ったベッタイアン王はドゥルガプージャの場でグナセーカランを惨殺し、さらにチャンドラ・ムキを生きたまま焼き殺してしまう。しかし、彼女の亡霊が復讐のため宮殿に出没したため、ベッタイアン王は国中の僧侶と霊媒師に命じて、宮殿南西の部屋に彼女の亡霊を封印する。話を聞いたカンダスワーミ家の人々は恐怖するが、センディルは話を信じずに宮殿に住み始め、呪いの話を知りながら、センディル夫妻を見殺しにしたと、悪評が立つことを避けたいアキランデスワーリも、家族と共に宮殿に住み始める。ガンガは、チャンドラ・ムキの話は、宮殿の宝物を守るための作り話と思い、封印された部屋に入ろうと考える。彼女は、庭師の孫娘、ドゥルガに依頼して、鍵屋に部屋の合鍵を作らせ、二人は封印された部屋に入る。同じ頃、サラバナンはアメリカからの手紙を受け取り、急遽アメリカに戻ることになった。しかし、彼が去ってから宮殿では怪奇現象が多発し、ガンガのサリーが燃やされるなど生命に危険が及ぶようになった。センディルはサラバナンを呼び戻して事態を解決してほしいと依頼する。サラバナンは依頼を引き受けるが、直後にプリヤが命を狙われ、さらにセンディルの命も狙われ始める。センディルやカンダスワーミ家の人々は怪奇現象が起きた現場にドゥルガがいなかったことから、彼女が犯人ではないかと疑い始める。そんな中、サラバナンの協力で結婚を認められたプリヤとビシュワナーダンの祝宴が開かれるが、途中でビシュワナーダンとガンガオが姿を消してしまう。サラバナンは二人を探しに向かうが、宮殿でオーマイアンに襲われる。オーマイアンを撃退したサラバナンは合流したセンディルと共にガンガを犯そうとするビシュワナーダンを発見する。翌日、サラバナンは、センディルとビシュワナーダンに対し、ガンガが多重人格障害のためにチャンドラムキになりきり、センディルやプリヤを殺そうとし、ビシュワナーダンのレイプ未遂をでっち上げたことを語る。サラバナンはガンガを救うため、ベッタイアン王に変装して、チャンドラムキに復讐を果たさせようと計画し、二人と霊媒師のラーマチャンドラに協力を依頼する。自分の命を犠牲にして、ガンガを救おうとするサラバナンの姿を見た、アキラーン・デスワーリは、彼を殺そうとしたことを謝罪する。チャンドラムキになったガンガは、宮殿のチャンドラムキの回廊で踊り狂い、ラーマチャンドラたちは彼女を救う準備を整える。そこに、ベッタイアン王になりすましたサラバナンが現れ、ラーマチャンドラはガンガに復讐を果たすように告げる。ガンガは、サラバナンを焼き殺そうとするが、彼は焼かれる直前に、センディルによって助け出され、代わりに、ベッタイアン王の人形が燃やされる。復讐を果たした、チャンドラムキは、ガンガの体から消え、彼女の治療は完了する。ガンガが救われた後、センディルナーダン家とカンダスワーミ家は和解し、サラバナンはドゥルガと結ばれる。4週間前、ラジニカーンとは日曜日の午後に私に電話をかけ、何をしているのか尋ねました。私はたくさんのビリヤニを手に息子たちと時間を過ごしていると答えました。すると彼は彼のスタイリッシュな方法で笑い、それから何か新しい企画を考えていないかと尋ねました。私は3月にラージクマール三投手とヒンディー語映画の企画を考えていると告げました。また、いとこが作っているテルグドラマシリーズのことも伝えました。私はその頃は自由でした。すると、彼は一緒に映画をやらないか、ラームと持ちかけてきました。それはとても嬉しい驚きでした。日曜日の午後、昼食後のラジニカーンとの提案は、素晴らしいデザートのようでした。私はとても素晴らしいです。さあと彼に伝えました。彼は私に映画のテーマについて語り、私たちはそのテーマに沿って映画を作ることでしょう。ラーム・クマール・ガネーシャン、チャンドラ・ムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターの企画について1992年公開のマンナンの成功後、ラジニカーンとは、シバージプロダクションの50本目の制作作品に出演することを発表し、最終的に出演作品は、チャンドラ・ムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターに決定した。2004年9月、ラジニカーンとは、ピーバースに監督作品、Apthamitraの成功を祝福し、同作の脚本に感銘を受けた。その後、バースは、Apthamitraを、ラジニカーンと主演でタミル語映画にリメイクしたいと希望を伝え、ラジニカーンとはラームクマール・ガネーシャンに連絡し、シバージプロダクションでリメイクを制作するように勧めた。ラームクマールはグルバユルの寺院を参拝していたバースに電話をかけ、Apthamitraのリメイク制作を打診した。監督に就任したバースはラジニカーンとの演技スタイルに合わせてApthamitraの脚本を書き直した。チャンドラムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターでは乖離性、同一性障害を題材として扱っており、同作の公開2ヶ月後には、同じ題材を扱った、ビクラム主演のアンニアンが公開されている。美術監督には、ソータ・サラニが起用され、衣装デザインも担当している。彼は、舞台となる豪邸をデザインする際、原作となるApthamitraマニキトラースズを鑑賞して研究し、基本的なアイデアを構築した。しかし、バースはよりカラフルで壮大なデザインにすることを望み、オリジナルに登場する現実的な外観にすることに難色を示した。バースの意見を取り入れたさらには、チャンドラムキの部屋をデザインする際に室内に回廊を設計した。この回廊は、Apthamitraマニキトラースズには登場しない。オリジナルのデザインであり、ケーララ州の宮殿に多く見られる作りになっている。追加の衣装をデザインするために、シドニー・スラデンが新たに起用されている。ラジニカーンとプラブ・ジョーティカー・バディベール・ナヤンタラ、シェーラ・ラジニカーンとは、主役のサラバナン博士、ベッタイアン王を演じた。彼は、役作りのため、カツラをかぶり、バースとさらばない博士の全登場シーンについて議論を重ね、必要な情報を加えていった。マニキトラースズではモハンラル演じるサニー・ジョゼフ博士は中盤から登場するが、チャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターではラジニカーンと演じるサラバナン博士は冒頭から登場する。また、ラジニカーンとはバースに対し、踊り子の名前をアプテミスラのナーガバッリからより高貴な響きがするチャンドラムキに変更するように提案した。アプテミトラでヴィシュヌ・ヴァルダン演じるビジャヤ・ラジェンドラ、バハードゥル王は、ホーラホーラという笑い声を発するが、チャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターでは、ベッタイアン王は、だからかという笑い声を発している。この笑い声は、ラジニカーントが、幼少時代に鑑賞したマラーティー語演劇に、登場する悪役の笑い声を参考にしている。サラバナン博士の友人センディルナーダン役には、ラージ・クマールの弟、プラブが起用され、彼はラーム・クマールと共にプロデューサーも務めた。ガンガ、チャンドラ・ムキ役にはアプテミスラに引き続き、サウンダリアーが演じる予定だったが、彼女が急死したためシムランが起用され、バースは彼女に合わせてキャラクターを作り変えた。しかし、シムランは2004年11月に降板を申し出た。チャンドラ・ムキは激しいダンスをするため、当時妊娠中だったシムランにとって危険を伴う演技になることが降板した理由と報じられている。次にアイシュワリア・ラーイが検討されたが、彼女は他作品とのスケジュールの都合で辞退している。サダーとリーン・マセンが候補に上がった後、ジョーティカーが起用され50日間の撮影スケジュールが組まれた。バースはマニキトラースズのショーバナとは異なる演技をするように求め、自分でチャンドラムキを演じて、ジョーティカーに演技指導した。ナヤンタラはデビュー作、マナッシナッカレの演技をバースに評価され、ドゥルガ役に起用された。バディベールはムルゲーさん役に起用され、コメディ役を務めた。ラジニカーンとは、上映200日目の祝賀会の場で、バディベールを起用するように勧めたのが自分であり、彼の撮影スケジュールを確保するように、ラーム・クマールに依頼したと語っている。ナーサルは、ムルゲーさんのニー・カンダスワーミ役、シェーラは彼らの姉アキランデスワーリ役に起用された。シェーラは出演契約を結ぶ際、役柄の詳細について、メディアに口外しないように求められた。コンジェムネラムシーンの撮影が行われたヒエラポリスの円形劇場2004年10月24日、シワージがネーシャンの住居だったアン・アイーラムで、ムフラトショットのために、プージャが執り行われた。ラーム・クマールは2005年2月15日までに撮影が終了し、視覚効果作業などのポストプロダクションが終了するまで2ヶ月間かかると語っている。最初の撮影スケジュールは、プージャの2日後、チェンナイ・ラーマプラームでアクションシーンの撮影を行い、アクションの振り付けは、ダラパティディネーシュが担当した。アクションシーンでは25台以上のトヨタキジャンが使用され、30人のスタントマンが参加している。ベッタイアン王の豪邸は、ハイデラワードにセットを作り撮影された。ラジニカーンと単独の1曲、他のキャストと登場する2曲、ジョーティカーが登場する終盤の曲は、ラモジフィルムシティで撮影された。バースは撮影は想定していた120日間よりも短期間の78日間で完了すると語っている。ディベダは様々な職業の人々にフォーカスを当てて作られている。コンジェムネラムの撮影場所はオーストラリアとロシアが選ばれたが、ラームクマールとバースはトルコを撮影場所に選び、チャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターはトルコで撮影された最初のタミル語映画になった。2005年2月25日に制作チームはドバイを経由してイスタンブールに到着した。ロケーション撮影はアルバムが発売された後に完了した。コンジェムネラムはエフェソスとヒエラポリスパムッカレで行われ、エフェソスでの撮影は6時間かけて行われた。ヒエラポリスの円形劇場でも撮影が行われている。最後のシークエンスは、イスタンブールからバスで10時間の場所にあるカッパドキアで撮影された。ラーラーの振り付けはカーラが担当し、4日間で撮影が終了した。ビディ・アーサーガルサウンドトラックとバックグラウンドスコアは、ビディ・アーサーガルが手掛け、アルバムは6つのトラックで構成されている。タミル語版の作詞は、バーリ、ユーガ・バーラティ、ピー・ビジャイ、ナム・トゥクマール、ブーバナ・チャンドラが手掛けている。テルグ語版の作詞は、ブーバナ、チャンドラ、スッターラ・アショーク・テージャ、ベネラ・カンティ、バーリが手掛けている。アシャ・ボスレは歌手として参加し、オーディオ公開イベントにも出席している。オーディオの権利は、ANAC が1100万ルピーで購入しており、タータテレサービスと ITC は、オーディオの販売とマーケティングを手掛けている。2005年3月5日に、チェンナイのタージ・コマネラホテルで、アルバムが発売され、翌6日にはマレーシアで発売イベントが開催された。チェンナイのミュージックワールドセンターでは発売初日にカセット437枚と CD227 枚を売り上げた。価格はそれぞれカセット45ルピー、CD99 ルピーで販売された。9月27日にはチェンナイでオリジナルサウンドトラックとビデオ CD、ザ・メイキング・オブ・チャンドラ・ムッキーが発売され、その後バックグラウンドスコアアルバムも発売された。チャンドラ・ムッキー踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターは2005年4月14日にカマル・ハーサン主演のムンバイ・エクスプレス、ビジャイ主演のセイチンと同日公開された。海外ではマレーシア37劇場、ヨーロッパ15劇場、スリランカ9劇場、アメリカ合衆国7劇場、カナダ4劇場、湾岸諸国4劇場、オーストラリア2劇場、シンガポール2劇場で公開された。コーヤンブトゥールでは、パダヤパいつでも俺はマジだぜ。の12フィルムを超える23フィルムが配給された。オージュプリー語吹き替え版は、チャンドラ・ムッキー・ケハンコアのタイトルで公開された。また、ドイツ語吹き替え版が制作された、最初のタミル語映画となった。この他にトルコ語吹き替え版も制作されている。2007年にマニキス・ラスズのヒンディー語リメイク映画ブール・ブーラーヤが公開していたが、2008年にはチャンドラ・ムッキー踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターのヒンディー語吹き替え版が公開されている。制作チームはプロモーションのためにエアテール・インディアと提携し、サウンドトラックと特別なスクリーンセーバーの曲が着信メロディとして、配信された。また、ラジニカンドの巨大なポスターと映画の宣伝ポスターが、宣伝のためタミルナード州全域に設置された。プロモーション活動は2005年3月上旬から5月上旬まで行われた。チェンナイでは8つの劇場で上映され、コーヤンブトゥール県とニーラギリ県の上映権は、地元の劇場所有者ティルプールバールが2250万ルピーで購入した。日本では2005年10月23日から28日にかけて行われた第18回東京国際映画祭アジアの風部門で初上映され観客の好評を得た。また、ドバイコンベンションセンターで開催された第7回国際インド映画アカデミー賞のオープニング作品として上映され、同映画祭のオープニング作品として初めて上映された南インド映画となった。2011年11月にロシアのウグリチで開催された国際タミル映画祭でティラナ・マハナンブル、ボスその男シバージ、アンガジセロー、ボスエンギラ・ボスコラン、テンメク・パルバッカトルー、コーと共に上映された。チャンドラ・ムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターは2000万枚のチケットを売り上げ、ラジニカントには出演料と、利益分配として1億5000万ルピーが支払われた。配給会社は配給権2500万ルピーに対して 20% の利益を上げている。公開365日目には、チェンナイのシャンティ劇場で祝賀会が開催された。公開804日目には、カマラージ・アランガムで祝賀会が開催され、タミル・ナード州首相 M・カルナーニディ、映画監督 K・バーラチャンダル、AVM プロダクション経営者 M サラバンナン、俳優のカマルハーさん、シュリデビが出席している。カルナーディは、スタッフとキャストにシワージーの剣を与え、チャンドラムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターに関わったすべての人に、賞を贈った。チェン内の8劇場で11日間の興行収入は840万ルピーを記録した。このうち、スピシネマズのサティアム劇場では10日間で2万2000枚のチケットを売り上げ、テルグ語吹き替え版は、公開初週の興行収入ランキングでトップになっている。コインバトールでは3000万ルピーの興行収入を記録し、パダヤパいつでも俺はマジだぜの記録を上回った。また、北アルコット、南アルコット、チェーンアルパットの劇場からは最低保証として6000万ルピーを受け取っている。ケーララ州では4日間で711,545ルピーの興行収入を記録し、2005年4月14日、公開のモハンラル主演映画、チャンドラル・セブムの興行成績を上回った。チャンドラ・ムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターは、シャンティ劇場で890日間上映され、1944年公開のハリダスの記録を上回った。最終的な興行収入について、ビジネストゥデイのクリシュナ・ゴーパランは7億5000万ルピー、ニューインディアン・エクスプレスは6億5000万ルピーと報じている。これは、それまでのタミル語映画の最高記録だった、グヨを大きく上回る興行成績だった。また、上映日数記録は2009年にマガディーラ勇者天章に抜かれるまでの間、南インド映画の最高上映日数記録を維持した。南アフリカ共和国では100日間上映され、マレーシア、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国の1ヶ月間の合計興行収入は4300万ルピーを記録した。マレーシアでの最終興行収入は6278万ルピーを記録しており、同年のマレーシア興行成績トップ10入りした唯一のインド映画となった。P バース批評家マラティ・ランガラージャンはザ・ヒンドゥーで映画を見るとき、ラジニの無敵のイメージを維持しつつ売れる物語を選択することになった監督。脚本の P バースの創意を称賛せざるを得ませんと批評し、万難のチームは再び勝者となったと結論付けた。また、スリーシュカマートは、ラジニカントの最高のヴィンテージと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアは映画を面白く、スタイリッシュで、儀礼を重んじていると表現している。インディア・トゥデイのアルン・ラームは、ラジニカントは、チャンドラ・ムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターで、彼の衰退していたキャリアとタミル語映画の命運を復活させたと批評している。G・ウラガナーダンはデカンヘラルドでラジニカーントは完全に復活し、彼は自然な形でコメディに戻り、バディベールという優秀な味方を発見しました。劇中のいくつかのベストシーンはいずれも二人が一緒にいるシーンでしたと批評している。アナンダ・ビカタームは40/100の評価を与え、ラジニの映画は通常、彼を中心に展開しますが、今回は周囲の複数の人々を中心に脚本が作られています。別対暗王として登場するラジニは映画のハイライトです。数年後、ラジニはこの映画を通して彼が個性の刑事にとらわれていないことを示しましたと批評した。サファイはスーパースターのイメージを高めるためにいくつかの曲、アクション、コメディを追加しただけの単なる P バースのカンナダ語映画 Apthamitra のリメイクと批評したが、ウラガナーダンと同じようにラジニカーントとバディベールのコメディシーンを称賛し、映画のハイライトと評価している。rediff.com の映画ネーシュナーダルは映画を一定のヒットとし、スターは幸せになり、彼のファンも幸せになり、プロデューサーのプラブは銀行までの道を笑い続けるだろうと批評した。ザ・トリビューンのブーガンガダールは、すべてのラジニ映画と同様、チャンドラ・ムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターは一つ星のアトラクションで、ラジニはギャラリーを演じ、映画には政治的メッセージはなく、それがいくらかの救いになります。ナヤンタラとジョーティカーがメイン女優で、映画には魅力がたくさんあります。しかし、メッセージは明確で、キングラジニが帰ってきたのです。彼のファン軍団はそれ以上求めることはできませんと批評している。デイリーニューススリランカのカールティガ・ラクマニカンダンはチャンドラ・ムキ踊る。アメリカ帰りのゴーストバスターは長く待ち焦がれた喜びにより今年の興行的ヒットにつながりましたと批評した。ラジニ・カーンとはジャーナリストのスリーダル、ピラーイとのインタビューの中で映画の成功はバースの脚本と共演者の演技の賜物だと語っている。また彼はバディ・ベールのコメディ演技が映画の成功に役立ったとも語っている。さらに女性の観客は女優たちの演技を気に入っているとも語っている。映画制作者のエル・サティアナンドはチャンドラ・ムッキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターはデーモニックホラーの古典的な例であり、3P ホローの伝説、最古に並んだと論評している。チャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターは、ムニシリーズ、ヤバームナラム、イラム、ピッツァ、ヤーミルッカ・バイアメイ、アラン・マナイ、ダーリング、デモンテコロニーなど、その後のホラー映画の流れを作ったとされている。シバージプロダクションは、ガラッタメディアとイーベで映画で使用した備品をオークションに出品し、チャンドラ・ムキオドル。アメリカ帰りのゴーストバスターは撮影備品を競売にかける最初の南インド映画となった。ラーム・クマールは競売で得た収益はシバージ・プラブチャリティ・トラストに寄付し、そのうち30万ルピーは中学校に寄付すると語っている。ガラッタメディア COO のギリシュ・ラームダスによると、すべての競売品にはプロデューサー直筆の証明書が添付され、1万ルピーから2万ルピーの間でオークションが行われた。オークションにはディベダのシーンでラジニ・カーントが着用した青いシャツ、終盤のシーンでジョーティカーが着用したサリー、コンジャネラムのシーンでナヤンタラが着用した桃色のサリー、ベッタイアン王の衣装と装飾品が出品された。このうちラジニ・カーントの青いシャツは2万5000ルピー。ベッタイアン王の衣装と装飾品は32000ルピーで落札された。ラジニ・カーントが劇中で発したラカラカなど一部のセリフや表現は話題を呼び、特に子供から人気を集めた。また、バディ・ベールとの掛け合いや、マープ、ベイキティンダープのセリフなども人気を集め、プラブとの会話で発した、ナーン軍団イランダならイラックド風、ニーエレクシャならイラックド風のセリフは、劇場で笑いを誘った。プラブがラジニ・カーントに発した、エンナ・コズマイ・サラベノン・イーリュは、皮肉や驚きを表現する言葉として人気を集めた。このセリフは、プレムギ・アマレンが、エンナ・コズマイ・サー・イーリュと変更し、チャナイ60万28、5は、マンカタで用いている。映画のオリジナルネガは、管理が不十分だったため損傷している。これに対し、AP インターナショナルがネガの修復を請け負い、すべての摩耗を除去し、フィルムグレインを維持することに成功した。復元されたフィルムは2012年8月2日に、ブルーレイディスクとしてソフト化された。2010年に続編、ナガバリーがテルグ語映画として制作されている。監督はバースが務め、主要キャストには、ベンカテーシュ・ダッグバーティ、アヌシュカ・シェッティ、リチャー・ギャンゴパーディー、シュラッダー、ラス、プーナムカウル、カマリニームカルジーが起用されている。ありがとうございます。